糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。神の子が私たちと同じ人間となってお生まれになりました。この喜びを共に分かち合いましょう。ところで、主の降誕のミサには、24日の晩、もしくは25日の午前0時頃に行われる夜半ミサと、25日に行われる日中ミサの他に、夜が明ける頃に捧げられる早朝ミサがあります。今回は主の降誕、早朝ミサの福音、御言葉を聞きましょう。ルカによる福音、2章、15から20節。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行って、主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝ている血の身子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。主の天使によって救い主、メシアの誕生を聞き、天使たちの賛美を聞いた羊飼いたちは、急いでマリア様とヨセフ様、そしてお生まれになられたイエス様のもとへ向かいます。そしてイエス様に出会い、喜びに満たされて神様をあがめ賛美しました。また羊飼いたちは、救い主の誕生の喜びを多くの人と分かち合うために、天使から聞いた言葉を知らせました。私たちも嬉しいことがあったとき、それを他の人に伝えたい、喜びを共有したいと思うことがあるでしょう。羊飼いたちもそうでした。今私たちは、御子キリストの誕生を喜びのうちにお祝いし、この喜びを多くの人と分かち合いましょう。またその一方で、今も悲しみのうちにいる方、苦しんでいる方々がおられます。様々な困難のうちにある方々に、神様が必要なお恵みを与えてくださり、すべての人が互いに支え合って、喜び合うことができますよう祈りましょう。永遠の父よ、御言葉は人となり、世界に光が与えられました。信じる者の心に注がれたキリストの光が、日々の生活に輝くものとなりますように、聖霊による一致のうちに、あなたと共に神であり、世々とこしえに生き、治められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。